では素敵な朗読劇を届けてくださったキャストの4人にご登場いただきましょう。皆さん拍手でお迎えください。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ改めてご挨拶を磯部さんからお願いします。はい、藤井香奈役の磯部かりんです。イエーイでは堀内さん、はい、伊豆城レイミ役の堀内まりなです。イエーイよろしくお願いします。お願いします。では熊田さん、森島響き役の今度森島響き役の熊田茜です。イエーイでは最後に吉武さん。はい、柳ソニア役の吉武千早です。イエーイすごい皆さん元気いっぱいですねはい、では本日はこんなテーマで話していきたいと思います。はい、題して教えてヒーラーガール。さあ、朗読劇で作品の世界観はある程度ね理解していただいたかなと思うんですけども、はい、オリジナル作品ですので改めてキャストの皆さんから作品の世界観や魅力を教えていただきたいと思います。はい、はい、朗読劇の冒頭でもありましたが、歌うことで患者さんの病気や怪我を治すというね、ヒーラーを目指す高校1年生のカナ、レイミ、ヒビキの3人と海外の飛び級制度で一足早く C 級ヒーラーとして活躍するソニアが立派なヒーラーを目指すという物語ですね。はい、はい、この作品に出演することとなりまして、このヒーラー、ヒーラー、いつもこうイントネーションちょっと若干自信なくなるんですけど、ヒーラー、ヒーラー、はい、こちらの職業って皆さんはどのように映りましたか？もともとやっぱ歌が好きだったので、そうそう、なんかもう夢の職業っていうか、うん、もう実際に会ったらすごいやりたいと思いますもんね。実際やりたい、やりたいね。皆さん実際やりたいですか？やりたい、やりたいし、こう直してほしい。あ、ねー、うん、ヒーラーの力で。そうだね。あ、そこは出てるよね。大丈夫、大丈夫、あ、大丈夫、大丈夫、ね、大丈夫ですよ。今日ソニアも潜水艦のようにの、そう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 、あの見るんですよって言ってたんで大丈夫です。まだね、オンエア前なんでね、どこまで行っていいか分からなくなりますよね。そうなんですよちょっとこう現実の世界と重なる部分とかってありますか？うんうん、あ、私結構ある。あ、なんかあの実際にね、うん、この世界、この現実では、うん、その本当に歌でこうな本当に傷が治るとかではないけれども、うん、なんか日頃からやっぱり楽しい時は、うん、なんか楽しい音楽とともにより気分を上げたり、うん、なんかちょっと落ち込んだ時とか私はこうなんだろう、無理やりテンションを上げないタイプの人なんで、うん、なんか音楽と一緒になんかしっとりし、なんだろう、気持ちを沈めたりとか、うん、なんかちょっとなんだろう、寄り添ってくれるような、うん、なんて言ったらいいんだろう、イメージってか、ね、そういうなんか寄り添うケアみたいなのをなんか日々もともと感じていたので、うん、なんかすごいこの作品はなんかその私が感じていたものとかがなんか現実になんか見えるものになって表されているなって、なんか共通、なんかね、大げさ？でも分かるよ、分かる。なんかでもすごいなんか、うん、音楽の力っていうのかな、そう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 、パワーを持っているものをすごくよりこうきっと皆さん音楽大好きな方だと思うんですけれども、ね、よりアニメを見たらきっと音楽のパワーを感じていただける気がします。そう、お客さんといつもなんか音楽を通してなんか一体感を感じたりとか、つながってるんだなって感じることとかもなんか全部そういうなんていうの、パワー的なものなのかな。ああ、じゃあ意外とこう現実と、ね、リンクするっていうのが音楽を通ずるとあるかもしれませんね。そうですね。はい、では物語についての、ね、知識を得たところで、続いてはそれぞれのキャラクターについてお話をしていきたいと思います。はい、
まずは磯部さん演じる藤井かなについて見ていきましょう。はい、磯部さん、かなちゃんについて教えていただけますか。はい、はい、かなちゃんですね、ご覧の通りとっても可愛らしい女の子でございます。可愛い、とにかくあの歌うことが大好きな女の子で、結構なんか そのことがあるからいつも明るく前向きに頑張れているような、うん、なんだろう、でもね、なんかちょっとドジなところとかも多くて、あのすごいあったかい気持ちになるんですけれども、やっぱり志っていうなんか芯の部分はとってもまっすぐで、なんか頑張れってあの純粋な気持ちで応援してあげたくなるような可愛い子です。はい、はい、ありがとうございます。では続いてですね、はい、ありがとうございます。温かい堀内さん演じる、はい、三代玲美、はい、こちらですね、はい、れいみちゃんはですね、まあ、ここにも書いてある通りに、まあ、気品の高い両家のお嬢様ということで、まあ、大切に育てられてきて、まあ、音楽のこう英才教育までいかないですけど、やっぱあのかなと響きよりはこういっぱい音楽をこう経験してきたというか、歌たくさん歌ってきて経験値もあってっていうところで、やっぱかなと響きと一緒にいるときは、まあ、ちょっとお姉さん的なポジションというか。確かに、本当、はい、え？あれ？あれ？なんかね、じゃあこう一応思ってるんですよ、なんかあの、でもね、そうだよね、2人にアドバイスしたいなとか、なんかここで困ってるかもとか、はい、そういうのが、ありがとうございます。ちょっとね、頼りになる感じですよね。そうそうね、うん、そういう気持ちもありつつなんですけど、でもそれこそ師匠のカラスマリア師匠のことをとってももうリスペクトしていて、もうリアさんのことになると一目散に飛び出すぐらいの、もういきなりテンションが上がっちゃって、なんかやっぱりこう夢中になる力がすごく強い女の子だなと思いますね。ありがとうございます、はい、では続いて熊田さん演じる森島響について。はい、響ちゃんいかがですか。はい、森島響ちゃんはですね、こう4人の中だとちょっぴりこうお姉さんっぽいというか、うん、そうだね、兄弟が多くて、多分兄弟が多いと多分お家の中でもすごくすごく人間関係があるから、こうやっぱり上にも下にも気を使える子になると思うんですけど、うん、だからこそちょっと周りを見る視点が強くて、だからこそ見えすぎちゃうのかなって思うところもあって、こうアニメを見進めていくうちにだんだんと、なんだろう、最初はこう本当に頼りたいお姉ちゃんお母さんって思ってた響ちゃんが、いつの間にか頑張ってるんだなって、守ってあげたいなって思ってしまうような子で、だけど途中でね、おーみたいな顔をしたりとか、あのシーンだったりとか、そういうシーンがあったりするんですよ。それはね、ちょっとまだ秘密ですので、ちょっと響ちゃんのいろんな表情を楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。では、続きましてですね、吉武さん演じる柳ソニアちゃん。はい、ソニアはですね、ご覧ください、可愛いでしょ本当に可愛くて、ヒーラーという、まあ、資格をね、一人だけもうすでに持っているんですけれども、うん、本当にこのヒーラーという職業に対してはとても熱くて、まっすぐで、まあ、まっすぐすぎるぐらいまっすぐなんですよで、本当なんかこう誰か、なんて言うんだろうな、すごく温かい心を、まあ、もちろん持っているので、なんか誰かに寄り添うこともそうですし、なんか誰かのためって思うと手段を選ばないところ時があったりとかなんか本当に可愛くて、あと4人の中だとちょっとね、身長もね、おちびちゃんなんですね、可愛いんですよだからみんなでこう一緒に座っている椅子とかのこう足がちょっとソニアだけかかとだけ上がってたりとか、そう、リアさんに向かってこうよくね、こうやって待ってなさいみたいなことを言うシーンがあるんですけれども、朗読劇でもねあったと思うんですけれども、その時もこうリアさんに向かってこうやって指を指すから、いつも手が斜め上を向いているんですよ身長小さいから、そういうところもすごく可愛いなと思って、こうアニメを見ていただくうちに可愛いところどん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 こう皆さんの中でも増えていくと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それぞれね、個性的なキャラクターがあって、最大の魅力ともいえる歌が生まれるということなんですけども、歌唱は皆さんいかがでした？
たくさん歌いました。本当にたくさん、たくさん本当に歌わせていただいて、これ嬉しかった。私も拝見してびっくりしたんですけど、アニメ、はい、もちろんめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。一足お先にね、拝見しちゃったんですけども、これアニメってこう毎回違う歌があるんですよね。そうなんですよ。これすごい贅沢ですよね。豪華な、なんかね、もうミュージカルヒーリングアニメーションである通り、うん、もう前はその時にしかない歌があるっていうのは、うん、はい、やっぱやっててもすごいね。そうだね、めっちゃワクワクしたし、うんうん、今までになかったから、うん、もう楽しみにしててほしいなって。そうだね、うん、キャストの皆さん毎回違う歌大変じゃなかったですか。いやでもなんかとにかく楽しかった。楽しかった。なんかそれぞれのキャラクターのことを考えながら歌う時間もですし、うんうんうん、なんか私たち自身もすごく成長できたというか、そうだね、いろんな楽曲に出会えたのがすごく嬉しかったです。わあ、すごい、その成長の過程をね、早く見ていきたいですね。続いて皆さんにですね、なんと嬉しいお知らせを発表していきたいと思います。はい、題してワクワクヒーラーガール。まず最初はアニメの放送時期についてです。アニメヒーラーガールの放送が2022年4月4日月曜日の23時からに決定しました。よろしくお願いします。44です。放送枠は毎週月曜日の23時から東京 MX BS11 にて放送予定です。皆さん、はい、放送をお楽しみに。楽しみに、はい、お願いします。はい、詳細はアニメ公式サイトをご確認ください。続いては初公開となるアニメ PV をお見せしちゃいます。初公開、あれだよね、初めて見る、私たちも初めて見る。撮ってきたんだ。マジか。何をアニメ PV の何的に。磯部さんが何を収録したんでしょうかね。それがわからないけど、ね、え、何でしょう。私が思ってるので会ってたら私撮ったよ。マジ。じゃあ見てみましょう。はい、ではね、オープニングとかエンディングの映像はね、皆さんにすでにご覧いただいているかと思いますが、キャラクターたちのセリフが初公開となります。どんな映像になってるんでしょうか。それではご覧ください。ヒーリング、それは歌で病気や怪我を治す音声医学。西洋東洋医学に続く第三の医学として、今では立派に市民権を得ています。治療を行う歌い手ヒーラーになるには国家資格の免許が必要。私、藤井かなはそんなヒーラーを目指して修行中の高校1年生です。私が弟子入りしたのは世界トップクラスのヒーラー、リアさん。あなたは耳がいいですから気づけますよ。励みなさい。はい。ヒーラーが治療を行う時に作り出すイメージは普通の人には見えません。ヒーラーとしての素質としっかりとした修行が必要です。ヒーラー見習いとしてリアさんの元で修行に励むのは私を含め3人。地方から上京してきた響ちゃん。夢に向かって進んでるって感じがするかな。私もかなちゃんに負けないよ、頑張ろう。音楽一家に生まれたお嬢様レイミちゃん。遅刻は医療にとって致命的よ。将来は師匠の右腕になる、いつしろレイミ伝説の第一歩よ。それにリアさんもライバル視する帰国子女のソリアちゃん。カラズマの門下生は敵よ。もっとうまくやりたいなら時間をかけて積み重ねればいいのよ。さあ、今日もヒーラー見習いとして頑張るわよ。見習い、ああ、いろんな出会いと経験を重ねながらヒーラー目指して頑張ります。そんな私たちが繰り広げるミュージカルヒーリングアニメーション、オリジナルテレビアニメヒーラーガール、4月4日放送開始です。PV でしたが、
すごい。まずね、あの磯部さん以外のお三方を初めてご覧になったんですよね。初めて見ました。いかがでした？もう感無量でした。言葉が出てこない。何にも言葉が出てこないぐらい感動してます。本当についに始まるんだっていう、なんかワクワクがすごい伝わってきて、ワクワクしますよね。そしてね、あの磯部さんはナレーション付きで、はい、ナレーションの収録をしてきました。めっちゃ良かったナレーション。本当、この短いね、アニメに比べたら短い時間でこう初見でかなちゃんの明るさをナレーションだけれども必しくあのキャラクターを知ってもらえるようにって思って収録しました。めちゃくちゃ素晴らしかったです。こちらの PV はですね、後ほどアニメ公式サイトなどでも公開されますので、皆さんね、ぜひチェックしてくださいね。お願いします。友達にもおすすめしてよ。そうですよ、拡散してください。ぜひぜひ、磯部が言ってたって言ってもいいから圧かけられたんだってね。よろしくお願いします。お願いします。続いてはですね、アニメヒーラーガールズの主題歌の CD 情報です。ヒーラーガールズの皆さんが担当しているアニメヒーラーガールのオープニングエンディングテーマを両 A 面のシングルとして発売することが決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。発売日は2022年5月25日です。そしてなんとですね、本日そのジャケット写真を公開いたします。こちら、かわいい。あら、なんだこれ、初めて見た。あ、初めてご覧になりましたか？初めて見ました。みかんの下で撮った記憶はあります。でもみかんの下で撮ったんだ。かわいいですね。なんとおしとやかだわね。衣装もね、新衣装で ね、皆さん、そう、衣装新しいんですよ。そうそう、白い可愛らしい衣装で、いやもう草原をねイメージしながら、草原は草原だから、この撮影の時さ、ちょっとあの、うん、冬だったから、うん、ちょっと寒かったんだけど、そうそうそう、でもみんなで今夏だから、そうそう、暑い暑い暑い和やかな現場ですね。それでは最後のお知らせです、はい、最後のお知らせだけ磯部さんからお願いできますでしょうか？おお、はい。なんとこの度私たちヒーラーガールズがメイジェイさんと YouTube でコラボさせていただきます。いや見てこの並び、いやすごいよ。すごいよね。すごいんですよ。そして歌わせていただく楽曲は残酷な天使のテーゼと花水木でございます。実はね、あの収録もすでに終わっておりまして、はい、ま、ね、もうすごい素敵なところで、すごい素敵な収録で、そう、本当に楽しみにしていていただきたいなという気持ちでいっぱいでございます。ね、もうなんかキラキラがキラキラを超えてきたというか、そうそうそう、本当に歌の魔法全開で、こんなことあっていいのっていうぐらい、もう収まりきらない歌を収めてきたんで、ちょっとこれはもうぜひ皆さんも本当に皆さんあの見てくださいね。本当に見ていただきたい。本当にお願いします。そしてね、歌唱コラボだけじゃなくて、メイジェイさんとのトーク映像だったり、うんうん、私たちのメイキング映像なども来週から続々と公開予定でございます。はい、いやもうこのトークがもうもうね、胸いっぱい、本当に感動だったしね、感動、光栄すぎる時間だった、ね、本当に濃かったね。なんかよりあのこのね、ヒーラーガールズとしても、うん、頑張ろうって思えるようなトークの時間を過ごさせていただいたので、そちらも楽しみにしていてください。はい、詳細はですね、公式サイトをご確認ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。磯部さん、ありがとうございました。いやー、いろんな情報ありましたね。アニメの放送を楽しみに皆さんお待ちいただければと思います。お願いします。以上、ワクワクヒーラーガールでした。
では準備のためキャストの皆さんは、講談となります。拍手でお送りください。ありがとうございました。てかこの衣装見納めじゃない？あ、そうだ、あ、そう、回るね、待って待って、かわいい、目回った、めっちゃ目回ったよ、こっちか、あ、どっちだ、大丈夫、 OK、 じゃあライブ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。バイバーイ。